こんにちは。サイカツマの英会話初級クラスのお時間です。今日は1月の12日、やっと今年最初の動画を作ることができました。おすまきながら明けましておめでとうございます。今年もサイカツマの英会話初級クラスをどうぞよろしくお願いいたします。最初にお知らせがあります。サブチャンネルのちょこっと英単語の100本の動画で1000個の単語を覚えようというチャンネルですが、そこで目標の100本の半分、50本を超えるビデオを作ることができました。500個の単語を覚える準備ができました。どうぞ皆様ご活用ください。さて、今日の授業はアキュレートイングリッシュのリサ先生のレッスンです。ティーズという言葉を教えていただきました。リサ先生はそれを英語で教えてくれます。その英語は To make jokes in order to embarrass someone というものです。これを僕が訳すと、誰かを愛情を持って抱擁する代わりにジョークを言う。笑っちゃいますね。ひどい間違い。なぜ間違えたのか。それは embarrass、これ30番目、ちょこっと英単語の30番目に載せてありますが、これは本当の意味は人に恥ずかしい思いをさせるなんですね。それと embrace、 抱擁すると混同してしまったのです。そしてもう一つの間違いが in order to、 僕はこれを何々の代わりだと思っていたんですけど、実は何々のためにだったんですね。何々の代わりには instead of でした。この二つの間違いによってとんでもない訳が導かれてしまったわけです。やはり単語は正確に覚えましょうというのが今日の教訓でした。さあ、それではティーズは本当はどういう意味なの？それは、いじめるとかからかうといった意味のなんですね。 To make jokes in order to embarrass someone、 誰かを いじめるために、誰かに嫌な思いをさせるためにジョークを作ったというのは正しい英訳だと思います。今日は以上です。さあ、今日も今年も楽しく英語を勉強していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。